鳥取行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。1番乗り場に快速鳥取行きが参ります。危ないですからご注意ください。場所では学ぶことに設定をして通話はご一緒いただきましょう。
タルエリアにはたくさんの見どころが広がっています。この山陰海岸のライナーでは温泉の見どころを追加する際には反対の走行ない一部の区間では鉄道として運行しますので、山陰海岸ジオパークの景観をどうぞお楽しみください。場所は一緒が新潟の谷までご案内です。
車町田佐野さんで14時32分の発車まで停車いたします。発車まで7分少々お待ちください。城崎温泉の次は竹野に上がります。まもなく城崎温泉に着きます。
会社プルサイン会がジオライナー鳥取行きです。昨日先ほど調べますと伊達の霞、天丸で、天坂、岩木、終点特急の順に行ってまいります。発車まで2分少々お待ちください。
りが上野の次は霞に止まります。まもなく竹野に着きます。
は余る目に止まります。まもなく進みにつき、次の次では列車が着くのため、15時9分発車まで停車いたします。発車まで6分少々お待ちください。ドアの横のボタンを押してお開けください。
自動では開きませんので、ドアの横のボタンを押してお開けください。
ジオライナー鳥取行きへ発車します。閉まりますのにご注意ください。
替のご案内をいたします。諸寄線2号線列車鳥取行き16時に、前側地下ドアの1番乗り場へお越しください。浜坂の次は岩見に停まります。まもなく浜坂に着きます。
自動では開きませんので、ドアの横のボタンを押してお降りください。
ご JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。 JR 西日本の値段を調べは3月26日大量再生を実施いたします。なお平成28年1月に発生した谷駅への土砂流入の影響により大型飛行機を4月号に掲載しています。浦後浜田間の一部の列車に運転取りやめや時刻変更が発生しております。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。3月26日以降浦後浜田間の最新の時刻はホームページ JR 西日本ですが運行情報からお確かめいただくか駅係にお尋ねください。 JR 西日本予約者から3月26日ダイヤ改正のお知らせでした。ありがとうございました。階段エスカレーターを渡って4番乗り場へお越しください。
18同じく4番乗り場へお越しください。地図急行車を通ります。特急スーパーハクト12号京都行き16時54分。着きました同じ方向かい側1番乗り場でお待ちください。まもなく終点の鳥取です。どなた様も車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようにください。降りの際にはドア横のボタンを押してドアを開けます。今日は旭海岸ジオライナー鳥取行きご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。出口右側2番乗り場です。